さあということでこれ対戦が決まりました。トップ4セミファイナルです、はい、カーナンバーは344 MG スタイルの三好 VS カーナンバーは530。今シーズンから増山バンキーになってましたね。増山バンキー、はい、去年はマスターガレージっていう話だったんですが、今シーズンから名前が変わってエントリーがなされていますが、増山渡、そして、チャンプ山下、山下光一 VS 今勝ち上がった上尾勝弘という対戦です。上尾とチャンプも面白いですね。面白いですねこれまた ね、 ね、まあ、新鋭とそしてベテラン同士という分かれ方になったのかな、はい、さあまずはその三好隼人 VS 増山渉です。これはもちろん初の対戦ということになります。トップポジションでセミファイナルですね。さあ今増山が速い、さあどうだ、三好はここから引き離さないようにトラクションを引き返して今立ち上がっていって、でもこれはもう追いつかない。ちょっと増山がアウトゾーンまで来れなかったけど、どうなんだろう、ゾーンに来れなかったところがありますが、増山ももうでも圧倒的に振り出しで置いていきましたね、三好のことを。そうですね、これはストレートで勢いが良くて速かったんですが、ここですやっぱりちょっとここでアウトゾーンにもうちょっと欲しかったですね、先行ではね、出ないとちっちゃいラインになってしまっていますが、それがあったとしてもこの距離はね、距離はちょっとつまらなかったかもしれないですよね、三好選手の。すごいな増山、すごいです、増山さんって呼ばなきゃいけなくなっちゃうかもしれない同じ山梨でも、山梨でもね、増山さん、はい、すごいですね。この対戦は初めてです、はい、あ、初めてなんですか。三好ですね、さあ入れ替わります。今度は入れ替えて増山が先行、追走の三好、ごめんなさい、三好が先行、追走の増山ということになります、はい、これでさっき、はい、三好選手が前でアンディ・コショウでしくじったのを、はい、松山選手見てるので、これはどういう風に強くするかちょっと見たいところです、ね、さあスーッとニアサイドから同時に振ってくるウォールマン、ドン・ワン・チュー、今飛んでいく。さあここからの立ち上がりだ、三好のマシンもパワーを持っている、インクリップを取って、うわスモークの中どうでしょうか。いやー、あー、松山もいい追走を見せました、ね、拍手が出てますよ。まあ増山もすごかったね。で三好全くノーミスだね。ノーミスですね、この先行は。ノーミスアウトまでちゃんと来てますもんね。ほら。それに引っ張られるようにね、三好。二つ目のゾーンで言ったら本当三好の方が全然いいですね。はい。まあただ距離。増山も詰めていきますね。うわ詰めていく。増山選手よりちょっと三好選手の方が先行良かったです、うん、そうですね、が、後追いがね、後追いでの距離の、後追い対後追い距離はちょっと響くかもしれないですねやばい、増山さんって呼ばなきゃいけなかったそう今ね、洋一さんからあったんですが、はい、あの増山ね、はい、あのベスト4どころかベスト8までしか多分上がったことがないと思います。そういえばこのフォーミュラ D ジャパンでですか。はい、あそうなんですか。そうです。じゃあ今ベスト4まで行ってるのもこれは初なんですか。今ベスト4ですね。三好はありますよね。三好あります、3位表彰台ってのありますし。さあ顔写真、左側に三好、右側に増山、レッドライバームーブしたのはワン・ツー・スリー、増山の下にムーブしました。この対戦勝ち上がったのは渡る増山、ゲッツ・ザ・ウィン、これでファイナリストだ。増山さん、やばい。やっぱり三好選手が遅れてしまったっていうのは多分でかいと思いますね、はい、でも三好選手もずっとね、ベスト16からずっと勝ち上がってきて、前ではそつなく走ってるんで、やっぱり前できっちり走ってればやっぱりここまで来れるということです ね、 そうですね。あとはもうちょっと遅れないようにまた次戦は何かありますね。待望の決勝いかがですか。さっき車ぶつけちゃってちょっと心配あったんですけど、まあ、知ってる中の三好さんだったんで本気で行かせてもらいました。もうここまで来たら優勝目指して頑張りたいと思ってて頑張ります。ありがとうございます。いや、はい、ありがとうございます。いや本当宇都宮のマスター、ね、頑張ってます